はいどうも皆さんこんにちはビルトです。というわけで今回はあることをすると PC がねめちゃめちゃ壊れやすくなるということについてお話ししていきたいと思います。はい、というわけで、まあ、早速ね、話していこうと思うんですけど、まず、サムネ見てわかると思うんですけど、まあ、FPS の画像をね、大きく載せてたと思うんですけど、で、あれどういう意味かっていうと、まあ、FPS、まあ、なんだろうな、人によって、まあ、出る出ないとかもあるし、スペックによって出る出ないもあると思うんですけど、まあね、高スペック使ってるね、大半の人がね、無制限にしてると思うんだよね。最大の FPS の量を。で、その、無制限の設定がね、いかにやばいか。カレーうめんだよ。これ俺の弟。うっす。死ね。ってことをね、ちょっと言いたいんですよ、今回は。で、僕がなんでその無制限やべえって気づいたかっていうと、フォートナイトとかあるじゃないですか。最近フォートナイトよくやってて、FPS240 とか固定できるわけなんですよ。で、まあ、無制限でやってると、なんでダメかっていうと、PC に負荷が出るんですよね。めちゃめちゃ。で、まあ、それがなんでかっていうと、無制限にすることによって、その PC が出せるパフォーマンスっていうのを、フルで出せるパフォーマンスをね、出しちゃうわけなんですよ。で、なんだろうな、モニターがね、60Hz なのに、なんかもう 100fps とか出して、もう意味がないんですよ、ほんと。簡単に言っちゃえば。意味がないのに FPS 出して無駄に PC に負荷をかける?負荷をかけることによって PC の寿命とかがね、縮まるって言ったことがね、まあ、あ、ハッカーやった。まあ、PC に負荷かけすぎて PC 壊れやすくなるよっていう話なんですよ、簡単に言えば。やばいな、このハッカー。まあ、で、単刀直入に何が言いたいかっていうと、FPS は、無制限はね、マジでやめた方がいい。で、自分が使ってるモニターが出せる最大のヘルツ、そんぐらいにね、設定した方がいいと思います。俺はね、まじこれをね、みんなに言いたかった。もうマイクラ勢さ、大体あれだよね、結構無制限にしてる人多いじゃん。だからね、ちょっとやめた方がいいよっていうことをね、ちょっと俺はね、言いたかった。まあなんだろう。結構ね、僕もそれ結構気になって、コントロールパネル開いて見てみたんですよ。無制限の時と、ちゃんと制限してる時の、PC の CPU とかの使用率とか、グラボの使用率とか、マジでね、変わる。本当ね、無制限にしてると、めっちゃ使用率上がるんだよね。で、まあめっちゃってほどでもないんだけど、変わるんだよね、やっぱり。だからね、やっぱそういうところからさ、なんか PC の寿命っていうの、そういうのとかがさ、結構差が出てきたりするんじゃないかなって思います。あ、だからなんかフォートナイトやってて、そうやって FPS 無制限にしないのにはやっぱちゃんとした理由があるんだなみたいなことをね、ちょっと知って、もうマイクラもそうなんじゃないみたいな感じで思って、自分でコントロールパネル開いて使用率見て調べたって感じですね。まあ自分でパパって調べた感じだから、なんだろう、そんな変わんねえよっていうね意見もあると思うんだけど、あくまでもまあちょっとしたなんていうの、 PC の消耗っていうの、そういう負荷をね、かけないためにもね、まあなんだろう、そういうのはした方がいいんじゃないかなっていうか。ちょっと待って、死にそう、いきなり。そう、だから、ちょっと PC のこと、ちょっと考えてあげるなら、無制限はやめた方がいいんじゃないかなっていう話。まあ、わかるよ。FPS 出したくなるよね。めっちゃこの人さ、やばいな。超当ててくるんだけど。上行っちゃおうか。これ取れんの?いやー、また戦いたくない。もう一回、もう一回入れる。よいしょ。まあ、いけるべ。はい、OK。そう、だからみんなさ、ほんと無制限にはしない方がいいと思うよ。ほんとに、負荷がかかる、無駄な負荷がね。1000fps とか出してもね、マジで意味ないからね。もう倍だけ。ほんとに。マジで倍だけ。てな感じで、まあ、話したいことはね、話し終わったんで、ラスト一回ね、スカイウォーズやって終わっちゃいましょう。ということで、まあ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 、ちょっとね、しかもね、よいしょ、これ隣の人来てるんだよね。ビギンスライドによく勝てると思ったな。よいしょ。OK? 真ん中行っちゃおうか。
最近スカイウォーズどうやったらそんな勝てるんですかとかよく言われるんですけど、ね、本当にずっとやってるだけなんだよね俺スカイウォーズなんか本当に頑張って強くなったとかじゃなくて、ずっとやってなんかそこそこ上手くなったっていうのが正しいんだよね。だからなんか技術面っていうのなんかそういうのはあんまりないんだよねそうだから最近ね、フレンドとかにポッと鍛えてもらったりしてて、シューサーはポッとね最近マイブーム来てるって感じはあるポッとはね結構立ち回り学べるっていうかさ、キーストロークの練習になるっていうの、そういう感じでちょっとね最近ポッと頑張ってます。はい、この人いっちゃおう。よいしょ、ほいほい。でね、そう、登録者1000人いって、今日ね、収益化っていうところが、1000人いくと収益化ができるようになって、あと、総再生時間って言って、なんだろうな、その、みんながどんぐらい見てくれたかっていう時間が4000時間を超えると、収益化に申請できるようになるんですけど、ちょっとそれね、今日見てみたんですよ、なんとなく。したら収益化申請できるようになってて、今申請してみたんだよね。で、まあなんだろう、動画上がってくる頃には多分、あれかな、もう申請通ってんのかな、まあ、わかんないけどね、またそれは報告したいと思います。はい、ってな感じで今回は FPS についてねお話ししていきました。 FPS を無制限にすると PC に負荷がねめちゃめちゃかかるので、皆さんね、まあ、自分のモニターが出せる最大のヘルツのね量だけ FPS ね設定した方がいいと思います。というわけでね、今回はここら辺で終わりたいと思います。この動画がね役に立ったり面白いなって思ってくれたらね、チャンネル登録高評価ぜひぜひお願いします。あとね、 Twitter のフォローよかったらお願いします。概要欄からね飛べるようになってるのでよかったらチェックしてみてください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。